ね、チャンネル。今回はスーパーマリオブラザーズワンダーを参加型配信という形で、やろうというところですね。部屋を作る。これアグのところが発想になる形だよね。それ合ってるよね。はい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 。とりあえずこれで待ちますね。入った。あ、本当だ。ポペさんが入ってくれたんで、じゃあやってきますか。おお、すごいすごい。ついてくるんだ。え、これっておのおの場所を選べるってわけじゃなくて、あ、同じ、あ、そうか、ちょっと楽あるのか。あ、でもおのおの動けるんだ、マップの上だと。とりあえずここをじゃあ一緒にやりますか。中間試練、ジャンプの達人を終え。はい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 。フレンドレースを開催する。何それ、フレンドレース。超楽しそう。ちょっとフレンドレースも後からやってみたいからやってみようかな。これってあれかな、自分だけ取れるのかな。あ、取れる。あ、なるほどね。はいはいはい。お、ちゃんと個数分っていうかあるんだね。あ、まるさんこんばんは。今日は参加型で、参加型でやってますが、はい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 。あぶね。あー、やると思った。あ、かわいい。やだなー、この自分に合わせて移動する敵、タイミングは。はい、はい。これ干渉はしないんだね。お、いいよ、かわいい。お、いいね。しっかりコイン3つ集めて、隠しワンダーシードを取りたいところ。これあれなんだね、なんかちゃん、なんだろう、あのオフラインだとさ、画面が1個しかないからみんな同じところにいると思うんだけど、ここいけんのかな。普通に落ちたわ。普通に落ちたわ。あー、なるほどね。ジャンプすりゃ落ちてくれるから、こうでいけるのか。はい、はーい。あ、なるほど、なるほど。あ、なるほどね。助けてー。なるほどー、そういうのあるんだ。ありがとう。ありがとう、マジで。はいはい、今回メルセンになりますが、はい、了解です。いかにこのゲームが面白いかっていうところが見せれたなと。めっちゃ飛ぶな。キノコがないから慎重に行きたい。でもデスしても助けてくれんのいいよね。全然追いつかん。はい、これロペさんはどうなるんだろう。ロペさんはどこにいるんだろうか今。あ、どこにいるの。あれ消えた。え、いないよね。でもいるか。え、どこだろう、マジでどこだろう。いや、苦手だなこいつ。よし、なんかちょこちょ こう上がりながら左右に土管があるっていう感じなんだろうな。マリオは DS からやってたから新作も気になる。 DS もね、なんかね、面白いよね、いろいろ独特な。いやー、どうすりゃいいのこれ。やらかしてる、これやってる。うわー、マジか。ワンチャン取れないからこれ。あ、いけそう、待って、いけそうこれ。いや、無理かな。
はい。いや、無理だ、これ。あ、ロペさんが。いや、これ無理だな。これかん、お互いが干渉するんだったらさ、こうやってさ、ジャンプした上に乗ってもらってみたいなできたけど。いやー、これフラワーコイン逃しての痛いな。一回ゴールしてますね。これどうせさ、なんだっけあれ。ワンダーシード取れてないから、もう一回やろう、これ。ナイス。あー、これルートがそもそもミスってんのかな。これ逃げちゃうって言ってんのを仕留めて、これいいのかな。ロペさん置いていっちゃっていいのかな。取れば、はい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 、これいいね。これでもあれだな、一緒にやってるからさ、あのロペさんがどこだ、せっかく一緒にやってるから同じタイミングで一応待ってから取った方がいいね。その方が多分一緒にやった方が楽しいな、これ。よしよしよし、いいよいいよ、来てるよ、来たー、 OK です、了解です、ありがとうございます。これ降りよう。で、ちょっと、待った方がいいかな。ロペさん待とうかな。なんかあれだな、呼ぶみたいなアクションないの。あれだな、欲しいよね。なんか前のさ、シリーズだとさ、自分がいる場所に呼べた気するんだよな。それか、ちょっと今ここのコース2回目だし1回クリアしちゃうか。アクション今どこですか。今ね、今土管のとこですね。これあれだな、あ、来た、かわいい。だこれさ、どうすりゃいいの。これジャンプしちゃダメなんでしょ。ジャンプしたらダメなんですよね。まあそうなるよね。ジャンプするよ。なるほど、今理解したわ。ジャンプするとともに、いやー、もうそうなるよな。いやー、戻りてー。これいや、一回死んでいい。一回死ぬわ、これ。ロブさん、一回死ぬ、これ。これ、あれだな。何回も生き返らせてくれるんだ。いや、これ、ちょっとフラワーコイン取りたいな。なんとかできんか、これ。ちょ、理解した、理解した。まず、ジャンプは一回しかしちゃダメで、一回のジャンプで、ブロックに乗ると。あ、ロブさん、ロブさん、ジャンプしてた。これ、見といて。ここに乗る。で、この状態で一気に右に行く。はい、行けたー。こういうことよ。いや、これはむずいね。初見じゃこれパッと理解するの難しくないか。ちょっともうクリアしてよ、これは。ミスんないようにね、一回ちゃんとジャンプして浮かしといてから行く。はい、オッケー、ナイスー。みんなで一緒にクリアしました。かわいい、何それ。いいね。バイバイ。何よりそのワンダーシードを使った時のアクション、なんか特別感がすごい。一回やったことは難しい。確かに、そうか、ロペさんは結構進んでるわけだ。どっち行こう。まあ、とりあえず多分こっちクリアしたら新しくワールド出る気するから、コンペイと星空渡りの試練、こちらやっていきましょう。はいはいはい、これおのおのさ違うコース行けるんだね。うーわ、待って。なるほどね、理解理解理解。これあれだな、帽子つけてきてよかったな。下行こう、これ。はいはいはい、待って待って、こうだね。
そうだね。で、早速ワンダーフラワー取って、お、草だ。おい、来たー。なにこれ、やばい、時間がない。あ、スター取ればこれ復活してるんだ。時間が回復してる。うおー、死ぬ死ぬ死ぬ。逃してない、これ逃しそうで怖い。いいよ、ちょっと丁寧めに行こう。ついつい走っちゃうけど。ナイスー、来たー。待って、あ、危ない、危ねー。やめてよ、急に切れるの。ちょ、ロッペさんを待とう。あ、来た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 。よし、行こう行こう行こう。こっからはワン、あ、もうゴールなんだ。え、ちょっと待って、フラワーコインは、え、フラワーコイン1枚しか取ってなくない？マジで？あ、出た。あー、いやいやいい、毎回毎回こいつ。え、ちょっとさ、どうやって見るんだっけ。 L か、違うな、 R だな、違うな。そうだよね、3枚目のフラワーコインがない。これさ、ちょっともう一回言っていい？ちょっとロペさん、もし分かるんだったら3枚目のフラワーコインご指示ください。これどこだ、3枚目、マジで分かんない。とりあえず延長できるから、ワンダーシード取らずに、あ、やばい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 、ロペさん危ねえ。これさあ、でもあれか、あったあったあった、普通にあった、普通に見逃してた。やばい、危ねえ。ナイス、助け、よし、あれ、やばいやばい、助けろ。オッケー、ロペさん、あれだな、ワンダーシードこれ取ってないな、やばいやばい助けろ。いいよ、いいよ、あ、やばいナイスこれいいね、でも助け合いしながらできるっていいね。はい、オッケー、ナイスー。いや、見落としてた、ね、見えなかったよね。ナイス、よし、ここはじゃあ回収できたから、ちょっと一息ダッシュでタイマースイッチ、これやる？なんかこれこそさ、フレンドとレース、これじゃない？これやろうよ。ちょっと上のそれ鼻、俺も気になる。これやろう、レースレース。あ、なるほどね、そういう感じなんだ。はい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 。で、タイマーがなくなればスタートなのかな。いく、いいよ、押して踏んで、あー、待て、ロブさんがよしよしよし、あぶれ、やばいやばい、これもう一回押そう、あぶれ、押して、そういう感じね、押して、はい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 、待って待って、あぶね、復帰復帰してる、あぶね、あ、あそこにある、なるほどね、これやばいな、こういうことか。はいはいはい、やばいやばいやばい、あぶねー、ナイス、取れた。はい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 、こういう感じになるのね。これさ、花ちゃんレースのコースとかでやったら楽しそうだよね。レースのところ、別のコースでもやってみたいな。まあ、ここはね、一息なんでサクッとクリアできて。じゃあ次行こうか、これ。飛び出し危険、トゲトゲ山の試練。難しさが星4か。よし、やっていこう。これ一緒に行った方がいいね。はい。これはどういう感じだ？
ゾウさーん。あー悲しい。で、折ってくるでしょ。はい。で、これもう降りてくるの待って、ハテナスイッ、ハテナブロック踏もう。はい。踏んで、コイン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 。これは下どうやって取るんだこれ。え、どうやって取るのこれ。やばい。しかもこれ一旦ステイしてしっかり待って、え、どうやって取るんだこれ。なんかあるよねこれ、絶対やり方。え、ゾウだとさ壊せるとかないよね。はいはい、下もん？なんだこれ。わからん。なんだこれは。え、ちょっと待って、一回確認させてほしい。ゾウを使ってなんかできる？そんなことない？これでも壊れる？無理だよね。一応確認していい？え、なんでいけてんの？なんで？なんでいけたの？なんかそういうところ、なんでいけてんの？なんで体めり込んでんの？わからん、わからんってそれ。なんで？わからんわからん。教えて。何が、何がどうなって、なんかあんのかな、ギミック。どっちしろこれ一回さやり直ししないとダメだから、とりあえずクリアしちゃうか。クリア後に聞こうこれ、ちょっと。あー、いってー、あいつ。わからん、マジでわからん。なんか来たー。よし、痛いし、普通に痛いし、最悪だし。待ってくれよ、もう何もかもうまくいってない。なんで。配信画面高さ十分で、え、あー、はいはい、多分ね、なんだろう、何が違うんだろう、なんか違うんだよね多分やってることが。いや待って、死ぬ、あぶね。なんだ、これとかどうやって取る。あー、だから中、このさパイプの中にあのジャンプしたら飛び出すトゲみたいなやつがいたらあるじゃないですか。あれを飛ばせて、あのハテナブロックにぶつけてなんかあれば取れるっていうこと。ちょっと一回これクリアさせて、もう分からん、もう一回やらせてほしい、頼む。ちょっともう一回行こう。で、だからこの一発目のチュートリアルがミスってたんだ、これこうしてこうだよね、これが成功法だよね。だからこの発射する、なんだろう、トゲトゲのやつをうまく使わないためなんだ。はい、で、ここは大丈夫で、で、降りてくるから、ここも OK。で、ここジャンプ。あ、あ、そういうことか。それわからんて。理解理解。ちょっと、お待ちを。だから、ここも、あ、やらかしてる。ちょっと待って、もう一回やらせてほしい。もう一回やらせてくれ。で、ここ、オッケー、取れた取れた、こういうことか。あ、はいはい、ありがとうございます。さっきの土管入れないってとこで待ってます。了解です。ここも、はいはいはい、で一回ジャンプして、はい、失敗していく。で、ここをジャンプして、これで通れるようになったんだ。なるほど。はあ、面白いなこれ。いやー難しいねこれ。だから一発目本当にステージ入ったところのチュートリアルをしっかり見とかないとダメなんだ。
で次ね、でここもやばい、もう一回 OK で、はいはいはい、そういうねことね、早めに前目にいて気づかないとダメだ、邪魔だなこいつ。でワンダーフラワーがここにあるから、これを狙って撃つと、であそこの真ん中に落ちるから、これをしっかり獲得。あーそういうことか、これ来ちゃったけどいいのかな、合流できるかな、ロックさんと。はい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 、いやちょっと待って、ちょっとタイミング難しくないか。オッケーで中入って、いいよ、やばい、危ねえ、いいよ、この中一回入って、意外とジャンプ高いな。はいはいはい、さっきまでこれやってたのがどこいるんかなと思ったら、ナイス、よかったワンダーシード。これでこれ降りて降りてすごい顔すげえ顔で戻ってきたと。こっからもう一個目あったよね、どっかに。これ離れ倒そう。やらかしてるこれ。はっ、やらかしてる気がする。最悪だ、取りたいのに。いやこれもう一回さ、一回ゴールしてもう一回やっていい？悔しいわ。まあ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 、まあ、どっちしろね、あのカンクリは目指してないんで。いやでも悔しかったな、もう一回行きたいなやばいな、ちょっと一息登ってタイマースイッチ、これは、あーなるほどね、さっきやったやつはダッシュでタイマースイッチで、こっちは登ってなんだ。ここ行きましょう。いいよ、これロペさんさ、フレンドレス一緒にやろうか。メガさんね、でも参加型やっぱやってて見つけてくる人いるんだね。来た、これはレースだから容赦ないよ。もうやばい、押してやばい、これちょっと待ってこれどのルートが正解だ。こうか、なんかある、やばい、先越されてる。押して、あフレンズ先生来た、ちょっと待ってね。よし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 、いいよ。てか上から踏もう、これ踏んで壁キック、壁キック、やばい、ここ登れない、やばい、時間ない、もう一回踏もう、これやばー負けたー。いやー惜しい、いや惜しかったこれ。いやでもこれレース機能いいよね、しかもゲーム内で好きにできるっていうのがすごいいいわ。いや面白いなタイマースイッチ。ちょっとメガさん、せっかくだしメガさんが来たらここやりたいから、ロペさんちょっとロペさんさ、これもう一回やんない、ほらこれこれもう一回やんない、メガさんが来るまでここもう一回やれませんか。いやもう何もしない、クリアできるまで何もしない。で、ここジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、きたーきたー、嬉しい嬉しい、楽しい。ちょっとメガさんを置いてきてしまってるけどまあいいでしょう、ちょっと待ってますね。いやこれ楽しいな、
フレンドとこうやってマルチできるのいいね。家に一人でいてもゲームできるっていうね、いろんな人と。さあ、じゃあメガさんが多分もうちょっとしたら来るから、一旦解放だけするか。来たー。最終試練、爆走ダッシュレル。一応これ録画してるんで、すごいテンション高くこうタイトルコールしてるんですけど、ちょっと恥ずかしくなって申し訳ないですけどね。はい、さあこれが最後の試練です。隠された真のゴールにたどり着ければ合格となります。心して挑んでくださいね。 OK です。ドローン。これ、いや、これ、いや、レースする？レースする？やっぱレースでしょ。レース超楽しいな。そのさ、まあ収集要素があるから、それを見逃さないようにしないとっていうのはあるけど。 OK。 はっ、いいよ。はっ、いいよ。はっ、いいよ。危ない、これほぼほぼ一緒。もうどれがどれか分からん。下、上、下、いいよ。え、あーやらかしてる。あーやってるわー。あ、やべ、やばい、やばいって。これはもう一回だな。これはもう一回だな。あー、そうか。はい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 、これ初見は無理じゃないか。あ、やべ、やらかした。ありがとうキノコ。上か、上が正解か。いいコース、マジでいいコース。これやばい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 、あべ、はっ、あ、ロペさんがミスした。あれ、メーカークリアしてる。なんで早くない。はい、そしてポストもゲットできず。いや、これいいコースだな。まもなくフレンドレースを終了します。なるほどね。いや、これはもう一回だな。もう一回やろう。あ、なるほどね。失敗したらカウントっていうか記録残んないんだ。いや、面白いな。ね、面白いこれ、楽しい。いや、これもう一回ちょっと、あー、なんか余計な話。え、最終試練をクリアできなかったようですね。え、ワンダーシード取らないとダメってこと？真の出口を見つけた者だけがグランドシードを手に入れられるのです。このワンナップキノコを使って諦めずに頑張ってください。はい、どうも。はい、いや、もう一回行こうこれ。そして、そしてもちろんフレンドレスやるよ。これさ、これいけないようになってんだよね。なんか制限ないけど、止まんないけど。これフライングできたけど今。いやー、記録を、さっきミスったところしっかり回収していきたいね。どっか上なったんだよな。ここ上なんだよね。で、ここでワンダーフラワー。どうなる？何それ。はい、うおー、したー。待ってくれよ、もう一回行かないとダメだな、これ。マジで？おい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 、取れるようにしといてくれよ。本当に？来た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 。せっかくさ、ワンダーフラワー取ろうと思ってさ、再挑戦してんのにさ。あ、で、これこのままゴールできる？いけるか？来たー。いや、来たーじゃないのよ。3枚目のさ、コイン取りたかったんだけど。いや、もうナイス。なるほど。
そして、今回もロペさんを置いてきてると。メガさんと同じルート取ったのか。ロペさんはあれかな、コイン取ったのかな。いやこれちょっと申し訳ないけど、申し訳ないけどコインだけ取ってもいいですか。すいません。あ、できた、よかった。黄金滝のワンダーシードすべて手に入れました。記念に100ワンダーフラワーをプレゼント。あ、すいません、失礼します。待ってよ。いや、なんとかなる、なんとかする。いや、お二人ともお待たせしました、本当に。ということで、こちらワールド3かなに関してはクリアというところで、グランドシードの館入っていきましょう。よくぞ最終試練をくぐり抜けましたね。ここが黄金滝のてっぺん、試練はこれにておしまいです。やった。ということは来るか、来るか。ええ、グランドシードを託しましょう。私に教えられることはもう何もありません。そもそも何も教えてませんけど。あっぱれ、ありがとう。きたー。こうして試練をくぐり抜けたマリオたち。しかしフラワー王国の旅はまだまだ続く。本当の試練はこれからかもというところですね。はい、じゃあ、これからワールド4の方に入っていければなというところです。アビチャンネル。